あれ、設営のためにどうにかしませんとって、なんかたまにあるよな、この設営イベント。何、銀河団の方待ってましたよ。絵師もキャンプを説明すると聞いて、聞いたも来たはいいものの、うん、ドーミラーが邪魔してキャンプを説明できないみたいです。ほう。ですが攻撃するわけでも何か訴える様子で、無下にもできず、うん、何、ドーミラーの目的を調べてください。はい。ああ、設営のイベントを動画内では初めてやるな。どこ？ドーミラーの目的を調べる。ドーミラー、待って、ドーミラーどこっすか？ん？ドーミラーに何か伝えてん。ドーミラーの目的を聞いてください。こっちにおる？あれか。これ？はい。ウェイウェイン。うん。何？あちらに何かあるのだろうか。あ、なんか行ってみる？まあ、このまま行ったらいいん？あ、オッケー。なんかある？木の実ってことか？違うな。なんや。これの道具は持ちきれませんって言われたけど、なんなんやろ、こっちになんかあんのかな。おお、ちょっとちょちょい、ちょ、めんどくせえな。やるか。ゴールダックね、レベルなんぼ38。痛くないけど痛えって言っちゃうよっていう。あんまり威力的にも大したことないねんけど、まあ経験値にしてはちょうど美味しいやろ、この辺は。これなんかな、どれのこと言ってんのやろ。なんなんやろ、わかんねえ。あっちになんかあるんだろうかっつってたしね。あ、おるな、もう一体。待って、とりあえずこいつやってからにするわ。邪魔やわ、どっちみち邪魔やわ。水の波動、あー、意外にこれ先制されんのだるいな。まあ多分スピードが遅いからやろうけど、向こうより。あー、あー、まあいいや、2回連続でいけるわ。じゃあ、まあレベル、まあ経験値いくらあってもいいからええねんけどさ。ほんで、ウェヌン、ウェイウェン、ウェヌン、これでええの。ドーミラーが突然こちらへ飛んでったのですが。ああ、そこのドーミラー怪我をしてるじゃありませんか。あ、マジで、どこを怪我してんのお前それ。銅板の部分のどこを怪我してんの。はい、これでもう大丈夫です。ウェヌン、うん、ウェイビン。ドーミラー仲間を呼んでいたのですね。あなたが調べたおかげで手遅れになる前に直せてよかった。この地に住み着くポケモンだって怪我を負うのです。準備はいつもよりしっかりした方がいいかもしれませんよ。おい、品物はたくさん、おろしときますから、たくさん、買ってってください、うん、商売上手ね。おや、話してるうちにベースキャンプから設営できましたね。おお、では私はこれで、あ、設営、あ、ベースキャンプありがてえ、このタイミングでの。ちょっと待って、じゃあベースキャンプ行こうぜ、とりあえず。どこや、ベースキャンプ。ベースキャンプ、ジャンプ、あった。はあ、てか、ジャンプで届くんや。じゃあ、まあ、とりあえず休もう。休む。はい。少しだけ。どうやろう、どうしよう。まあ、とりあえず、買い物で。てか、俺、じゃあね、売りたいのあってん。星の砂、星の砂、これ。星の砂。うん。1000円で売れんねや。この辺は売るもんないな、とりあえず。ああ、どうしよう。ハイパーボール持ってっとくか？どうしよう。でも買い物をとりあえず、傷薬ではいるか、でも。10個くらい買っと、でよ。ほんでや。ほんでや。持ち物、これ持ち物とかなかったっけ？待って、でも売るにしても何売んねんって話になってくるしな。売るもんはとりあえず今んとこないんか。道具箱あった。待って、で、煙もこの辺はいらんな。メタルコートもいらんな。ポーチに移動。10個。まあこれで行こうか、とりあえず。特にやることないな、もう。こっちか。まあこれでとりあえず、うん、
ビリリダム挑戦してみようか。サイドン、まあ、サイトとグレックルおったらいけるやろみたいな。グレックルの名前何やったっけ。ああそうや、ケイチや、ケイチ、ケンイチか。俺ケン、え、ケン、ケイチにしてんな。まあいいやもう。まっすぐに切り替わった崖の上、人が登ることはかなわないでしょう。おう、ですが大ニューラの力を借りればたやすく登ることも可能です。うん、まるで、まるで秘伝技、ロックライム、ロッククライムの、あ、ロッククライムってあったな、懐かしい。あ、はて秘伝技翡翠にはそのようなもの。あ、ほんまや、やっぱ同じ世界から来てんのか。何かを思い出すそうです。おう、翡翠地方にやってくる前、私は何者だったのか。うん、空から落ちてきた、つまり別の世界にいたであろうあなたたち様とポケモン勝負。え、何か思い出せるやも。なんか思ってたのと違うんですけど、のぼりさん。まあいいよ、やろうか。何使ってくんねやろ。まあ一体やと思うけど。ではゴーリキー出発進行。ゴーリキーかい、あやめ、みんながあやめとつけたでやろう。キャプテンのぼりが勝負を仕掛けてきた。ゴーリカあやめ自身もそれでいじられてそうやもんな、小学校の時とか。鳥貴族、なんで、なんで俺鳥貴族出したの。どうしよう、鳥貴族か、ブー悪いんちゃうの。あ、エアスラッシュ効果抜群か。じゃあやってみる。エアスラッシュ力技どう。おー、いいね。しゃあ、さあ、何もんじゃらか。これポケモン変えようか。え、ずるい、ターン制やろポケモンは。原子の力いて、おー、どうしようかなこれ。ポケモン、効果抜群結構多いな。まあ普段あんまり使ってない。うん、多分ケ遠藤健一よな。俺なんで健一にしてんねんやろ。後で変えよう。てか、うん、このバトル終わったら変えよう。やっぱり気になるわ。健一のつもりでおったもん。技、毒好き、早技、早技でも、でも行動順変わらんか。じゃあ普通に、ああでも一撃でいくな。結構タイプ相性的には、うわグラシオンか、グライオンや。カタカナ弱いねんな俺ほんま、読み方間違い。もう泥爆だ。なんでそんなに連続で、ずるないそれは。え、ちょっと待って、それはずるいわ。うっそやろ。だる。あるのかな、あるので行こう。あるのあかんかった、内山おるし。うん、氷の牙で。さあ、氷の牙。3分の2か。いいね、あるの。まあこれでじゃあ終わりかな。あ、待って、俺、何した、俺何した、ドロー爆弾、うわー、おお、氷の牙、あー当たった、しゃー。おお、グライオン結構嫌やったな。うん、てか3体も出してくるの初めてやったな。ブラボー、スーパーブラボーなんやねんそれ、何それ。やった、技改伝した。なんか大野が、あなた様のその実力で勝利という目的地に、見事到着なさいました。あ、駅員さんとかやったかなこの人。それではオニューラを呼びましょう。はい、お願いします。まあ音色はそれやねんな。うん、何が来んねやろ。お、にゃりん、かわいい、なんか変なん来た何こいつ、ニューラか、お前ニューラなんかもうフォルム人やないか。ほとんど柏天様、オンニューラです。握手する、血だらけなりそうやけど俺が。あなた様の奏でる旋律をオンニューラに聞かせてあげてください。うん、いやーこいつ来たら怖いな、うん、あ、腰に手当てるタイプなんや。これなんか違ったりすんのかね、ポケモンにとっては。笑われてんけど下手やった、そんなに
大ニューラー勝ち当てんの旋律を心に刻み込んだ。うん。ペヤン。うん、猛毒プレートやった。はい。さてと、私の案内はここまでとなります。大ニューラーと共に崖を登り、山の上にいる金庫を沈めてください。うん。私は寿村に戻りますので、徐々に数々の訓練をくださった椿様によろしくお伝えせねば。はい。では出発進行。うん、うん、はい、大ニューラー、はいはい、上り下りね、これ嬉しいな。ちょっと待って、でもその前に、そんなことより俺はさっき、待って、こっちで戻ろうか。さっきあれしようぜ、山中ベースに戻って休憩しよう。はい、少しだけ。さて、戻ってきたけど、ん？これで大ニューラー、あ、こういう風にね、え、これカゴに入ってるってこと？俺が、めっちゃええやん。え、おもろ、何これ、え、めっちゃええやん、かわいい。あー、で、ゴロンか、まあゴロンばっかやな、この辺は。あー、でも結構もう上に行きそうやな。まあこのまま行くか、もう。いや、もういいよ。はぁ、いや、俺もおもろいからこれで行こう。かわいい、ちょっと待って、めっちゃええやん、カゴに入ってんねん。で、どっち？あー、どうたくん捕まえ、一回どうたくん捕まえるチャレンジしていい？一回しよう。あー、ちょっと待って、2体来ちゃった。まあいいや、最後のどうたくんにしよう。じゃあこの辺は普通に倒して、45一撃はでかいな。ラスターカノン今一つ、オッケー。たたり目は効果抜群やね。あー、じゃあまあとりあえず、あ、待って、どうたくんじゃない。あー、オッケー。おお、でも結構これはでかいんじゃん。うん、当たるな。催眠術か。ちょっと待てよ、これどう考えよう。回復一回しようか。これ回復してて、王の回復さして、うん、で、ラスターカノンこれやろ？うん。で、出よ。ハイパーボール。じゃあ、待って、ちょい。ハイパーボール。投げる。どう？捕まえるやろ？ハイパーボールで、オッケー、やった、どうたくんやる。どうたくん嬉しいな。俺使ってたもん、どうたくん。好きで。あれ、また、これ解放者できひんの？あー、眠たくて動かれへんの。どうしようかな。逃げようか。で、逃げたらええんや。じゃあ俺別にもう全部倒す必要ないんや。そう、これでええんや。うん、無理。おお、結構レベルみんな上がった、嬉しい。ちょい、これでいこう、こいつでいこう。まあ多分王の使わんからこのまま回復せんでもいっか。まあ斎藤にしとこう。このまま王つきそう。ついた。あれ誰や。あれ、人来て、人じゃないってなってない、大丈夫かな。で、またあいつやん。ようこそマルマインのキングバ、歳月の戦場に。こいつやんのか。あなたの妨害したもののたどり着いてほしい気持ちもあり、人は矛盾を抱えてこそ成長するのかもしれない。こいつでんの、この椿、金剛団の一員として生まれてからには神王様を喜ばせたい。おう、さあ、キングを守りたいという僕を倒せると思うなら胸を貸そう。だる、臭いと言われたども、すかすことなくエロいスカタンクども、どもえ、いっぱいおるってこと？月は。それはそれでめんどいな。さあ、斎藤。どうしようかな。ああ、そういうこと。3体一気に来んの。辻斬り。どうしようかな。10万馬力、とりあえず。まあ、このまま行こうか。効果抜群、オッケー。でよ、こっからや。レベル的には雑魚いからな。お、風起こし。
今一つ。早いやろうけど。あ、催眠術当たる。あ、危ね。こっからよ、どうしよう。岩なだれどう。まあ倒せるわな。そんなに。何このただただ手間が多いだけの戦闘。何やあいつ、何やねん。ステロスロックやるじゃん。オッケー、ステルスロックかっこいいな。じゃあかわいいわ。斎藤、斎藤かわいく見えてきた、うん、みんなかわいく見えてくんな。でもこうなると健一以外、僕が負けたとは言わない。柏店、あなたが勝ったのでそれをお前が負けたってことやろ。そこを間違えないでほしい。ようわからん。はよでけ、はよどけ、はよどけ時間があればポケモンを強く育てられたのによ。なんか口を変わってない。そうか、兄貴は時間を大切にと言ってたのはこのことか。ちゃうと思うけど。さすがだ金剛様に神王様。うん、やばいやつなんやろなこいつ。あれだろ、沈め玉を作るためにキングの好物を知りたいわけだ。うん、だがね、それはできない相談だね。なぜならこの椿マルマインの好物をまるっと忘れてね。ああ、もしかして怒りたい気分かい。だが怒ったとしても何も解決しないけさ。なんかこいつめんどくさいわ。柏天使よ、椿に苦労させられているようだな。お？ああ、お兄ちゃん。マルマインが好きなものは教えるの忘れていたよな、悪い。おう。兄貴。なんだよ。聞こえたぜ、柏天なんかにどうして好物を教えてやるんだよ。大体わかるやろ、もう。兄貴は金剛団のリーダーだろ。銀河の連中なんて捨ておけよ。椿、おめえよ、荒ぶるキングを見たのかよ。溢れてる活力を抑えきれずに苦しんでる姿を見て何にも思わねえのか。あ、思うわ思うわ。神王様に選ばれた喜びだよ。ん？誰だって成長するときはよ、試練があって悩んだり苦しむぜ。キングの荒ぶりが神王様の試練、俺にはそうは見えねえ。だが、だから金剛団、銀河団関係なく柏天の協力するぞ。ちなみに教えるんじゃねえ。マルマインの好物はゴリゴリにミネラルをくれてやるのよ。あ、何それ。ゴリゴリミネラル。さあ柏天に椿、沈め玉作りを手伝ってくれや。うん、頑張る。納得いってない。分かったよ、椿もキャプテンだ。沈め玉を用意するよ。なんやねん。お兄ちゃん来たら急にキャラ変わるなこいつ。うん、作れた。ほら無限のことし、沈め玉思う存分丸前にぶつけな。うん、何やかんや協力してくれんねんな。柏天いいやつやなと思わんけどな。もっとも丸前は驚きの強さ、柏天に勧められるかよ。うん、はい、てなわけで、じゃあ、あ、この辺で一回切ろうかな。うん、なあ、関さん。全然まだ確かにいい香りするような。うん。うん、なんか、いろいろ、そう、回復とかもさせたい。多分、斎藤やら、健一やらが今回、主力というか、中心に戦っていくことになるんじゃないかなと思うんで、はい。その辺を回復させてから挑もうと思います。てなわけで、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さあ、まあ、とりあえず回復はさせたし、行くか、じゃあ。うん、あれ無謀にも丸前に挑むのかい。うん、挑みます。はい、無謀な勇気は認める。うん、いいかい、丸前に会いたいするなら止まることないしよ、意味するかのよう。うん、あ、もうこのまま行くのね。はい、どんな丸前になんないの。実は収録時間さっきの1時間やってちょっと足りひんなと思って続けて撮ってます。はい、ってなわけで、まあ道中までと同じ日です。え、てか何あれ、お、ちっちゃい丸マインから大きい丸マインへってこと。お、一つ目、びっくりした。うん、さあどうしようかな。でどんな風に来んねやろう。うん、どう、まずは様子見ようか。あ、ホーミング式、おお
おお、もうバカやってんね君。君バカやってんね。これ避け続けるしかないぞ。もうおお、バカやってるわこれは。おーおーおお、おもろいやんけお前。お前なかなかギャグセンスあるやないか。ドン。あーでも全然一回やってたぐらいじゃ全然やな。おお、一回も当たりたくないなこれ。パターンを見切る。あー、あれ当たらなかったんか今。おお、ラッキー。当たったのは当たったの。あー、ちょ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 い、これどう。避け続けるしかなさそうやな。おお、なんかでかい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 。なんやあれ、なんやあれ、なんやあれ。おお、あ、いけるやん。なんかなんか自滅してる。おお、なんやったやあれ。あのタイミングでやったらええってことか。はい、エナジーボール。おお、マジか、マジかよ。草タイプ覚えてんの、それずるない。ちょっと待って、毒好きてか俺が思ってた丸マインと違う全然。毒好きどんぐらい食らう。オッケー、いいね。毒好きで削り切れるんやったらいいや。おう、おう、四五よ、どう。あー、かまない、危ない。毒好きか、正解は。まあいや、これで逃げながらとりあえず。危ねえ、逃げながら。おお、お、来た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 。あー、もう一回か、もう一回か。これ逃げろ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 。どう、やったー、これで。ちょっと待って、ドグロック。ちょっと待って、でもこれ、うん、電磁波、うわー嫌やね。麻痺る、麻痺ったな。これちょっとポケモン見ていい、効果抜群。あ、火も効果抜群なんや。あ、結構じゃあまあ有利っちゃ有利なんか。まあこれでもしもドグロックがあかん、ケンイチもがあかんかっても、あ、ケンイチ、ケンイチー、ケンイチー。ちょっと待って、毒好き力技。オッケー、削り切れ。うん、オッケー、倒したー。あれ、オッケー、いいね。当たってる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 。半分、半分いきたい。あー、ちょっと食らったか。あー、時間かけなあかんやつやなこれ。やっと今で半分やもんな。あと1、2回は見なあかんなこれ。おお、なんか新しいの来たな、新しいの来たぞ。あのホーミング嫌やな。なんかちょっとスピード速まってるし、これ後ろ回ったりしたら相手困るとかない。ないか、ないですよね、そんな屈合のいいこと。あぶねあぶねあぶね、もう丸前見てないもんな俺。さて、あー、もうあれ、あー、さあ、やっとやっと1/4。これだる、おー、もうもう見てられへんな、マルメインのことなんか。何あれ何あれ、ちょ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 、これ何これ何、ちょちょちょ、あれ何あれ何あれ、ずるない。お、危ない、あれなんなん、ちょもうええから、許しても。危ない、あー、そっちか、無理。あー、ちょっと待って、これは逃げたい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 。
逃げたい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 。オッケー逃げれた逃げれた、あぶね逃げれた、オッケー。ああ回避し続けてたらなんとかなんねんな。じゃああとはこれで、あー倒してスズメ玉なんだけ。電磁波、電磁波な、どうやろ、火炎力技いけるやろ、でもいけると思うねんけどな。あーあかんか、雷、うわ当たる。あーもう一回解放者、あーやられるか、おのおのどうしようかな。じゃあこうなるとサイトはあんまり刺さらんのか。R の、あ内山で行こうか。あーでも内山雷あかんな、電気タイプもろ刺さるで。あーレートビーム力技これにかける。もう一人いけにえって考えて、まあこれでいけるやろ間違いなく。 OK いったな、さあ行こう最後、5678あと OK 倒した、やった。ああ普通に苦戦するな。さあ沈めたよ、めっちゃ笑顔。うん、なんか王のだけ倒されたんあれやけど、気の毒やけど。なんか傷だらけやな、あれ傷か、イカ槌を受け、うんありがとう。はい電気タイプ、あ転がってった、移動手段ああやって転がんねや、丸まいんて、なんたることだ。なあ沈め玉を作ったものの、いざ神王様のご加護とかなくなると寂しい気持ちでいっぱいだよ。お前の思想強いねん、なんかそうか、俺は丸まいんのが、あ苦しみから解き放たれほっとしてるように見えたぜ。解釈の違いやな兄貴、そりゃ兄貴のそういう思いを投影しているのさ、お前もや。兄貴の説教なんざへでもないが、神王様は怒られないだろうか。帝国通りにただいま到着、絶対駅員やったやんこいつ、電車の。何のために戻ってきたんだよ。柏天様と行動を共にし、いくつもか思い出したことがありましてね。私が記憶を失う前にいたであろう世界での話です、うん、ほとんどの人がポケモンを捕まえ仲良く支え合って生きています、うん、中でもポケモントレーナーって、うわー出てきたね単語が。己とポケモンを伝え高みを目指し、ひたすらポケモン勝負を繰り返していました、うん、そうすることで共に戦うポケモン、相対するトレーナーとそのポケモン全てと分かり合っていたのです。ポケモンと人が力を合わせて、道を切り開く、ポケモンだけが強い、ポケモンが必要、ポケモンを必要以上に恐れる、それは時代は変わりません、うん、なるほどな、柏天がいた世界もそうか。そうやな、そうです、そうです、そういう世界もあるのか。なるほど、椿には分かったよ。何、ポケモンだけが強くなるんだけではなく、椿こそがポケモンを強くできるほど強くたくましくあるべきだとね、うん、まあ相乗効果でどちらも強くなったらいいんちゃう。今の言葉が達成できた暁には神王様は お喜びになるのか。世界というか過去って感じにするけどな俺には。兄貴、金剛団に伝わる神王様の教えを話してくれ。よく聞けよ、悲しんではいけない、怒ってはいけない、あらゆるものを友とせよ。悲しんではいけない、怒ってはならない、神王様が悲しむ時が止まる、だ。ブラボースーパーブラボー、なんか急にテイスト変わったな。皆様さらに精進を重ね、高みという目的地を目指し、ひたすら走ってくださいませ。んもちろん柏天様の高みは金、次なるキングです。まだあんのか、あと何体あんねん、おんねやろ。さて次こそ寿村に戻るとしましょう、うん、柏天様のようにポケモンを恐れる方がいると、知性の皆様にも意識が変わるのでしょう、うん、
ポケモンは決して怖くないと。うん、では電木様に報告ですね。柏店様失礼いたします、うん、お疲れ。これまでの歴史を大事にしつつ、より良い未来のために、それが宇宙を作り時間を司る神王様のお心なのかもな。この椿、恐れ己を磨くことでマルマインをより磨かせるとしよう。頑張。はい、じゃあてなわけで今度こそここで一体切りたいと思います。てなわけでありがとうございました。柏店でした。次回はまあ寿村戻ってからな。うん、ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。